はい、のんち TV 始まりました。全国のドラマファンの皆さん、こんにちは、こんばんは。D のんち t ワイズです。はい、今回は、えー、ドラマ、シュリンク、精神科医、の第3話について話していきたいと思いまーす。はい、このドラマは、えー、漫画原作のドラマで、全3話、3話しかない。ねえー、非常に、 えうん、いいドラマなので3話っていうのはちょっとね納得できないなっていう感じがしますね3話なんか見てて解決してないよなみたいなうんまあ第1話で出た井形弘恵さんのこととかね、うん、その辺もうちょいしっかり見たいそして土屋太鳳さんがこれからどうなっていくのかみたいなねうん。 その辺も見たい感じでしたね。うん。はい、今回第3話は、えー、パーソナリティショーという、えー、題名、ね、うん、課題、うん。パーソナリティショーとは何かというと、えー、生まれ持った性質と、えー、環境によってできた性格が、こう、 うまくバランスが取れなくなってきてみたいなのをパーソナリティショー賞というみたいですねうんだから生まれ持った性質と環境によってできた性格をパーソナリティーって呼ぶのかな医学ではみたいなはいそのバランスが崩れるそうすると自傷行為とか、えー、急に起こったりとかそういうのをしてしまうとねえうん これはもうねもう大体の人が当てはまってしまうんじゃなかろうかっていうぐらいのね、うん、まあそれのどうすぎるとそうパーソナリティ症っていうことになるのかねうんでまあ今回、うん、学んだこととしてはそのね今回もえー 白聖さんがその主人公というかね、うん、その患者さんの役だったんですけれどもそれの彼氏の,あの細田香太さんがね、うんえー、同じような感じになってしまう。うんねうん、でなんか自分の足で立ってられないくなると誰かを助けたくなってしまうそして強依存が生まれてしまうみたいなね うん、そんなシーンもありましたけどもそれは割と特徴的だしああなるほどなという思いますね、うん、やっぱそういう、うん、自分が会ってきた人の中でもやっぱ誰か助けたいって人はねその人自身がちょっと弱かったりするなっていう印象は結構前から持ってたんでああなるほどなという やっぱそういういことなんだみたいな感じがこのドラマで、うん、なんか再確認したというかね、うん、そういうのを知れて良かったなとなるほどと思いましたねあとは、えー、その白石誠さんのお父さん役が三石賢さんでお母さん役が中島寛子さんね、うん、でまあお父さんも、まあ、エリートなんでしょうけどもやっぱり と怒るんだよねすごく怒る、うんうん、でやっぱりそういう遺伝というか親がそういう人の場合も割と多いらしいですね。うんうんうん、となっていくとずっと続いていっちゃうんだなというかまあ人間って感じはしますけどねまあ伝統が過ぎるとね、うん、やっぱこうなんか弱い 自分一人で立っってていいいられない弱さっていうのはねそれはどうすぎるとこうなっていってしまうのかなっていうねうん感じでしたね。うんうんうん、でまあ何かこの「全3話」を通じて思ったのがやっぱりちょっとノートとかに書いていくっていうのは大事なのかなっていうのを感じましたね。 うん、それによって今自分がどういう状態なのかそしてどういう状態になりたいのかそういうのをやっぱりノートに書いて把握していくっていうのがねいいのかなっていう感想を抱きましたねうんはいまあ今回はね酒井若菜さんもね出てたしあとは 三浦貴さん山口百恵さんのね息子だからその辺のだから三浦孝弘さんなんかもったいない使い方というか本当にちょっとだからねこれ全3話は本当にもったいないしそのもう一つのねあの 精神科のの先生の竹照之助さんこの問題もねうんやっぱり中途半端というかこの人のせいでっていうのをいろいろ井桁さんが影響してんじゃなかろうかとかね、うん、ただただ薬を与える先生とかねうんうんうんね、うん、まあ本当 商売って考えちゃうとそりゃ薬出すよねみたいなのもあるしねうんまあでもなんかうんそんなとこ描かなくていいのかなと思うんだけどやっぱりこの世の中でお医者さんだけはお医者さんの方本からありがとうございましたみたいなその がないよねどんな商売でもさなんかお金を払った人に対してさありがとうございますっていうのあるけどやっぱ病院にはないよねっていう、うん、私の今今年一番気になってることはなぜ病院の人たちはありがとうございますって我々にお金を払ってる側に言わないんだ、はあ、当たり前のごとくお金をもらっていくみたいな。 やってやったでしょ感が <laughs> 強く感じる。こういうの何症って言うんでしょうね、うん。相手がちゃんとありがとうと言ってくれないの怒る症みたいな、うん。ね、きっとあるんで。ある、なんかあるんでしょうね。そういうね。うん、まあでもこういうね、疑問、世,の世にあるものの疑問をね、いろいろ感じて考えていかないとと思うんだけど。うん、だからこのシュリン うんうんこの原作漫画え七海仁さんという方が作者でねあの漫画があるわけですからうんこの漫画読んでみたいねそしたらその辺のことも出てくるのかなうんこれはもう非常に漫画これちょっと読みたいなうん漫画はね一応ね私 うん、なるべく禁止してるんですよね。うん、あの漫画大好きだったんでね、うん、あるじゃないですか,なんか何かを得るには何かをやめるみたいなそれで漫画をねあのやめてて、うん、もうずいぶん長いことやめててでちょっと前ぐらいからこの23年コロナぐらいからかなちょっと読み出すようになったけど。うんうん だけどやっぱりねちょっとブレーキかけていかなきゃいけないなとちょっと思ってるんでね、うん、あれはこれやりすぎてるんで漫画は立とうかなと思ってたけど、うん、まあ最近は何冊か読みましたね、うん、この3年ぐらい多分、うん、ね今度この「シュリンク」ちょっと読みたくなりましたね、うん、やっぱさ心の問題っていうのそれ非常に大事だよね うん、私はもう全部、気合、気合じゃなくて、なんていうのえっ、ー、と、そういう思い込みって、なんていうんだっけ、それのあるよね。うんあれ、出てこないな、なんだっけ、なんだっけ。えっ、ー、と、<laughs> なんだっけ、<laughs> 思い込んで薬聞いたりみたいな、薬飲んでないのに薬、プラシーボか、うん。それで私はもう、 生きてきててるんでねそれでかなりもう自分の脳みそをコントロールして楽しく生きてるんでね。うん、はい。まリ、あ、もんでそんな話したんだっけああ、そうだそうだ。だから心の問題、心との、まあ、イコールで話しちゃうけど、うん、その辺をね、うん、しっかり理解したりねしていくと楽しく生きれるしで。 他の人がどうかなった時に「あでもこれはこうでね」とかもねいろいろ言ってあげれると結構いいのかなとも、ね、うね、ん、まあ正解はな,ないんだろうけどうんうん、うん、はいそんな感じでねとてもいいドラマだったんですが3回で終了はもったいねえ是非、ね、続編やっていただきたいはいそんな作品でした、はい どうもありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。それではまた。バ